皆さん、Hello everyone! This is Yuta Nadal! Welcome to Kuro Nadal Channel! 俺一人で隔離部屋でやってるっていうね、恥ずかしさっすよね。まあただ、僕の良さは恥を忘れて本気でやれる、そういうところです。皆さんこんにちは、クロナダルことユータです。ですね、本日初稿ということで、もうめちゃめちゃ顔がこわばってるんですけどね、あと本気に殺されないかめちゃめちゃ不安なんですけど、はい。今私ですね、ハノイで、はい、スタートアップで勤めるということで、まあ、これから戦いが始まっていくわけですけども、まあ、個人としてもですね、まあ、たくさんアクションをしていく一年にしていきたいなと思っておりまして、まあ、晴れてから皆さんにはね、お前 YouTuber 向いてんじゃね的に言われてたので、まあ、ちょっとその気になってついに YouTuber デビューをしてみましたよ。拍手。届きました。今日はですね、ハンバーガーをナムポンホテル、隔離ホテルで頼んでみたっていう感じですね。結構でかくないですか、これ一つと、めちゃめちゃ盛られたフライドポテトとハノイビールですね。こちらぬるい感じで飲むのがハノイ式です。これだけでですね、現地通貨でこれぐらいだ、値段見てないっていう。これだけでちょっとやっぱりホテルなんで高めなんですけども、ビーフバーガー198,000ドル、だから約200,000ドルなので、そうですね、1000円もいってないかなっていう値段帯です。まあでもやっぱりちょっと現地に比べたら高めなんですけどね、隔離先でこんだけ美味しいものが食べれるのはありがたいですね。ではいざ実食。もうここまで食べちゃいました。意外と重い。でもね、チーズがね、ほらどっぷり、おいしい。幸せ。昨日おっさんのハンバーガー食べてる様子見て誰が嬉しいんだろうね。自分でやってると思いますよ。これめっちゃうまい。That's very delicious. 研究なんで、どんな感じで撮ったらいいか全然分からなかったですけど、ちょっと頑張って食べてみましたね。こんなあれですけど、誰得なんだよみたいな動画ですけど、 YouTube は楽しく自己満足にやっていこうかなって思いますんで、皆さんね、なんかベトナムのこういうところをレポートしてほしいとか、このレストランの味を教えてほしいとかありましたら、ぜひぜひ教えてね。では皆さん一緒にクロナダチャンネル、バイバーイ。